をしていたという音声がこちら。正直ね、本当に気がつかなかったんで、危ないなと思って当たってる。で、またね、その場所がね、4車線の出たところで止められないんですよ、高速の。で、高速でだんだん走ってる時に左側のように、そこのところすぐ過ぎちゃったんですよ。で、こっちの方についてきてるから、あれ、さっきの車が何だろうって言うんで、とりあえずスピードを落として、ハザードをつけて、で、高速が止められないから、そこまで来たら、信号で止まって、僕は一度初めて出たんですよ。全然その逃げたっていうのは感覚が全くないんですよ。衝突に気づかなかったという高田さん、 A さんの車に残った傷を確認し、事故を起こしたことを認めると、これもちろん全部直します。それと今20万持ってます。ダメでしょう。それである意味、まあ、ナチのって言い方おかしいですけど、お互いの気持ちが、ね、警察をナッシングと話し、20万円の金額を提示。さらに周りの僕の、まあいろいろしがらみがありますよね、仕事のこととかね、これから仕事をこれによってちょっとマイナスになると思うんですよ。それ考えりゃ今のこの流れの中でもう目いっぱい出して100万ですよ、僕が今出せるのは。誰にも知らないで、人に知られない金って意外とできないですよ。知られないとかいうところは高田さんの、まあ、知り合いだから、ごめんなさい、そこで言っちゃったから、うん、知られ、でもどうせなら知られないように、いや、だからそれは必要だから。事故を